ロアッソ熊本サポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。監督の大木です。8月9日日曜日は首位秋田との直接対決となります。今はまだアウェーのスタジアムで一緒に戦うことはできませんので、ぜひダゾーンを見ながらロアッソ熊本を応援してください。アウェーでも選手たちは見て楽しいサッカーをやってくれると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ダゾーンへの加入、ダゾーンでの視聴もクラブには直接の応援となりますので、ぜひよろしくお願いいたします。みんなで戦いましょう。そして勝ちましょう。